很多人都问我跟托腮是怎么认识的啊，今天我们两个人就来跟大家分享一下。ママと初めて会ったのは俺が10年ぐらい前初めて中国行く時で50日間ぐらい会社の仕事で出張した時に、まあ、向こうの会社にママが働いててで一緒に働くことになったんだよね、はい、でまあその時は別にちょっと可愛い子いるなぐらいでそれ以外別に何も感じないで終わったんだけどで俺はそのまま日本に帰ってきてまあ仕事に普通に戻ってそしたらママが突然メールでメッセージくれて英語だったよね英語でくれて英語何日本語だっけあそうだ思い出したひどいなそこそこすんごいひどい日本語でメッセージくれてでもなんかこう書いてある単語が優しい言葉が多くてまあひどい文章だったけど俺頑張って読んで返信したんだよねでその後メッセージで、うん、連絡するようになってでも俺が何返信したか覚えてるちょっと待って等一下继续啊何返信したか覚えてる覚えてないけど多分私のこと好きじゃなかったっけいやいやそんなこと一言も送ってないから嘘つかないで何綺麗にしてるでその後3年ぐらいしてママが日本に来ることになって多分俺のこと追っかけてきたでしょ多分俺のこと追っかけてきたそうじゃないよ仕事のために日本にいたい本当に頼みないでまあ仕事できたのかなでその時その後一緒にご飯とか食べに行くようになってママが行こう行こうって言うから私いいよかな、うん、あなたからじゃなかったっけいやいやママからだったでしょあそうそれで何回かそういうことして付き合うようになったんだよねうん一応そんな感じかな俺のこと選んでよかったじゃんうんあなた私のこと選んだかったらママセンスいいねパパですねまあいいやそんなコーナーで結婚5年5年間ありがとうねありがとうねこれからもよろしく、うん